レモン&ジンジャーさんのカシューナッツ、普通に弾くと、でも優しい力弾いてあげると、こんな、なんて言うんだろう、僕今何も原因もボリュームいじってないんですけど、こんなにこの原因幅を得られるというピッキングで、強く弾くと、ファズの一番素敵なところが、ファズのボリュームを3時ぐらいにちょっと大きめに上げてあげて、ストラトのボリュームを絞って弾くと、すげえ綺麗なクリーンが得られる。素晴らしい。